スカンタブランチ。ありまして人出が多いですな。賑やかです。やっぱり人目につきますのはアベックですな。そうかといって女性一人で歩ってるのも多いんですけども、決まって男性が声をかけます。都会というものは誘惑が多いです。私も若い頃結構あちこち声かけて大恥かいたもんですけども、この都会に住む男女、誘惑は多いですけども、この誘惑に巻き込まれた一組の男女が果たして最後に幸せをつかむことができるかどうか、今夜から2回にわたってお送りするドラマ、どうぞゆっくりお楽しみください。出会いから2ヶ月目の結婚だった。大恋愛の末ではないけれど、夫となる人は真面目で誠実な人がいい。月並みだけど平凡な家庭が一番幸せなんだと。何やっぱりこの美術館は行きたいな。何セントジェームス駅か、うん、悪いな、仕事持ち込みになっちゃって。向こうで君一人にさせたくなかったんだけど。うん、いいのよ、お仕事頑張って。ごめん。あ、そうだ、向こうにね、美味しいレストランあったんだよ。え、どこ？うん、よし、俺もちょっと準備でチェックするかな。新婚旅行ですか？は？ええ。どちらへ？オーストラリアです。あら、偶然。私もオーストラリアに行くんですよ。あら、お一人ですか？ええ。まあ一人というか。あ、俺ね、ちょっとトイレ行ってくるわ。ってことにしてあんだから、あいつが一人であちこち回るよ。だからさ、その間な、いろいろあるんだろうな。
も信じらんない。新婚旅行に女連れなんてね。いいじゃん、今流行ってんだよ。どういうこと？なんていうんですか、やっちゃんがついてこいって言うからね。あんたより私の方が長いんだからね。私の気持ちも考えなさいよ。何よ、2ヶ月足らずで結婚なんかしちゃって。いや、だからさ、なんていうか、結婚っていうのとね、こういうのっていうのはこれ別だからさ。あなたも納得しといた方がいいわよ。私絶対別れないから。離婚しないかんな。冗談じゃないわ。冗談じゃないよ。離してください。どちらまで？成田までお願いします。いえ、都内まで。とにかく出してください。降りてったら。あ、やろう。お前この結婚式にいくらかけたと思ってんだよ。少し俺の立場考えろよ。とにかく頭冷やせ。旅行は取りやめだ。すぐ行ってください。はい。すいません、運転手始めたばっかりなもんで道教えてくださいね。とりあえず走ってますから、落ち着いたら行く先教えてくださいね。右へ行ってください。ああ、はい。左へ行ってください。え、あ、はい、はい。お客さん、曲がるときは早めに行ってくださいね。ここで止めてください。ここでいいの？お釣りは結構です。お釣り。こんなとこに住んでんのか。しかし離婚か。今の俺から見りゃざまあ見ろってか。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
綺麗なカードできました。マクドナルドのニューカード、マクドナルド。誰だって生まれて初めて食べたチーズバーガーの味は忘れられない。美味しいね、マクドナルド。はあ、始めようかなと思ったらお電話ください。ジェットスリム。あなたの減量目標をお聞かせください。ジェットスリムはあなたの希望にお応えします。痩せたいビデオプレゼント、ジェットスリム。もしもし、お父さん。うん、一昨日正式に離婚届。でも今さら田舎に帰れないし。大丈夫、心配しないで。うん、仕事を今探してるから。お兄ちゃんにも心配しないでって。じゃあまた電話するから切るわよ。じゃあ。最低、最悪。何でもいいから生きなきゃ。研修時より23万保証？まだ募集してるかしら。よし、今日は確か二組だったよな。はい、もしもし、鈴崎です。あ、どうも、毎度お世話になってます。はい、あ、ちょっと待ってください。はい、はい、開いてます。鍵は、4時に、あ、ちょっと待ってください。はい、
4時にレストランアスコット。はいはい、わかりました。では4時にお伺いします。いつもすみません、ありがとうございます。よし、ちょっと須崎さん。あ、どうも管理人さん。今日はゴミの日じゃないんですよ。え、あ、そうでしたねそれと、はい、最近人の出入りが激しいけど何か変な商売やってないでしょうね。とんでもないです。本当でしょうね。本当です。じゃあ気をつけてください。ゴミ。はい、ゴミ。そう。ゴミ。月々33万。働いても働いても減らない借金。施設ラブホテルの料金上げるか。くせ。所長の近所邦子。あ、私山内雅子です。あ、山田さんでいらっしゃいますか。今お一人。私パブリック教育者の近所と申しますが、おめでとうございます。学生1万人の中から山田さんが当選いたしまして、詳しいことお会いしてお話したいんですが、お近くの喫茶店までおいでくださいませんか。ええ、時間あるんでしょ。一緒に来て。は？ねえ、素晴らしい教材でしょ。本当は85万円するんだけど、選ばれたあなたにはたったの50万でいいわ。生の英語を体で覚える、月々1980円。安いでしょ。はい。じゃあね、ここに判をしてちょうだい。支払いは月々私が受け取りに行きますから。あ、それとも銀行の引き落としの方がいいかしら。いえ。じゃあね、その契約書をよく読んどいてね。間違いがあったら困るから。私会社に報告に行ってきます。え、あれ、これどういうこと？はい。ねえ、これ。何か言ってますけど。ねえ、これ変だよ。支払い方法が月々1980円は半年だけで、残りの48万8120円はその後1ヶ月以内に振り込まなければいけないって。さっき説明したでしょ？聞いてないよ。月々1980円でしょ？月々1980円だったら50万っていう金額一体何年かかると思ってんの？あ、そうか。それに長期クレジットにすれば利子だってもっとかかるし、50万以上の金額になるのよ。でもまさか払えないなんて。ええ、どうしましょう。会
会社にももう報告しちゃったし、ハンコももうもらっちゃったし、契約不履行になった場合キャンセル料の10万円私が払わなきゃいけないのよね。しかも一括で。え、どうしよう、払えなかったら会社クビになっちゃうし、やっと見つけた仕事を失いたくないし、もうしょうがないわ、私に責任があるんだから。私払うけど。でも山田くん、そのうちの1万でも2万でもいいから払ってもらえないかしら。じゃあ2万でいいですか。じゃあ3万。3万ね、今持ってる？はい。じゃあいただいておくわ。ありがとう、おにぎりは。僕こそごめんなさい。頑張ってください。あ、それ僕が払います。わかった。私なんだかさっぱり。しょうがないわね。じゃあ次のカモでも電話すっか。カモ？あ、どういうことなんですか。何？売れなくていいんですか。バカね、どう見たってあんな子に買えるわけないじゃない。だからキャンセル料取るのよ。そういうの詐欺じゃ。違うわよ、確かめもせずに契約書に反抗したあいつがバカなのよ。だいたい今時ね、50万もの教材はいはいと買う人なんかいないわよ。そりゃそうだけど。向こうだってね、50万ものお金払わずに済んでホッとしてるわよ。まあキャンセル料は高くて5万円だから、変なスケベ根性を持つ方が悪いのよ。あんた仕事したいの？したくないの？もう少し話聞かせてください。成田離婚っていうのは聞いたことあるけれども、成田に行く前に離婚だなんておかしい。正直に話してるのに。そんな、私はね、世の中できないことはないと思って。あんたカッコつけてんじゃないの？だから職が見つからなかったの。就職な就職なんてみんな言うけれども、どう？新聞には毎日求人広告は載ってるし、それにアルバイトニュースだって。何あの募集の多さ。要はやる気さえあれば仕事なんていくらでもあるってことよ。どうせあんたもうちの広告に釣られてきたんでしょうけど、あれ本当にあげるわよ、やる気あるのなら。たかだか一度の離婚ぐらいで自分が世界一不幸な女だなんて思ったら大間違いよ。世の中にはもっと不幸な人がいるんだから。あんた親兄弟だってちゃんといるんでしょ。いえ、母は私が短大の時に死んで、父は北海道にいます。じゃあ家に帰んなくていいの？ええ、父は兄夫妻と一緒にミントファームやってますから。ミントファーム？ハッカの農園です、小さいけど。じゃあ楽じゃない。あんた一人分の食いぶち稼ぐだけだもん。あんた不幸どころか幸せよ。ええ、例えばそのコップの中の半分のジュースがもう半分しかないって悲しむか、まだ半分もあるって喜ぶか、どう思うかによって人生観変わってくるんだから。どうせならまだ半分もあるって喜んだ方が楽しいじゃない。ねえ、そう思わない？わかるけど、すいません、はい、お客さんで清原さん呼んでいただけませんか。はい、少々お待ちください。今のあなたに必要なのは人生発想の転換。ねえ、働
えてみない？やってみようかな。 OK。 あら、もうこんな時間、私連絡しなきゃ。じゃああなたはここの支払いしといて。ではキーはいつものように新聞ポストの中にお戻しください。ありがとうございます。すみません、お願いします。はい。あ、君、え、ほら、あの、確かあの日は？は？あ、いえ。すみません、あの、似てる人がいたもんですから。ではこちらになります。いちいちタクシーの運転手の顔なんて覚えてねえか。一番大切なのはコンセプトなんです。クボタのコンセプトは地球です。例えば砂漠を緑化したり、人と土に安全な微生物農薬を作ったり、豊かな生活環境を作ったり、地球のために今。うん、発想が地球を明るくする。クボタ。枝毛の悩みはシャンプーで洗い流す。 VO5 枝毛シャンプー。それは新しい枝毛予防。 VO5 枝毛シャンプーとコンディショナー。 From Sunstar。 今のあなたに必要なのは人生発想の転換。怒らない怒らない。私の電球ありますか？60ワットですよね。あ、100ワットのください。100ワットにしなきゃね。明るく明るく。あれ、40ワット？半分のジュース、
3分の1でも幸せ。よし、買います。じゃあここにハンコお願いします。ああ、とりあえずハンコね。こっちね、規約は後でゆっくりと。1万円で OK しちゃうわけ？しかも伝票までこっち持ちなんてバカじゃないの？すいません、近所さんが見てたからなんか緊張しちゃって。見てなかったら1万円だって取れなかったでしょう。あんたやっぱり結婚しか向いてないんじゃないの？いえ、今度はもっと頑張ります。もっと気持ちを切り替えなきゃダメよ。なんだかんだ言って別れた亭主のこと思い出してんじゃないの？いいえ。本当？で、男性経験何人？え？まあいいわ。とにかくちょっと私の知り合いに会ってくれない？は？能力別少人数制で無理をしないで高い学力をつけるシステムの両国予備校。長い人生に大きく役立つ全寮制の両国予備校、通学生も入学できます。みんな大きく羽ばたいてくださいね。石薬理工系文系学部受験の名門両国予備校。たとえどんなに紫外線が強くても忘れていよう。メナードフェアルーセントはトリプルホワイトニング1、
できてしまう前に防ぐ。だから忘れていられる。2、日焼けしても忘れていられる。3、メラニンケアするから忘れていられた。日焼けによるシミそばかすにメナードフェアルーセント、透き通る滑らかさ、トリプルケア。手延べそうめんイボの糸は昔から手間暇かけて作られてるんですよ。そうめんはイボの糸。お待たせしました。ちょっと出てくるよ。井口です。ちょっと出ましょうか。はい。ちょっと座りましょうか。すいません、私わけわからなくて、近所さんにただ井口さんに会いに行ってって言われただけで。そうですか。いや、すいません、実は僕、結婚相手を探してるんです。え？うちが商売して、一人息子だと嫁さんの期待がないんですよ。どんなに儲かっても。でも私も結婚なんて。え？え？いえ。いや、僕だっていきなり結婚なんて考えてませんよ。でも、せっかく邦子が、金城さんが紹介してくれたんだから、よかったら付き合ってもらえませんか、友達として。はあ、不思議な風景でしょう。古い町に近代的なビルディング。この辺りも随分変わった。こうやって人が住むところがどんどんなくなっていくんだな。ずっと守っていきたいです。しなさいよ。
会社にも報告しちゃったし、ハンコももらっちゃったし、契約不履行になった場合、私がキャンセル料10万払わなきゃならない。それも一括で。やっと見つけた仕事を失いたくないんです。いや、でも払えないな。私の責任だからキャンセル料払うけど、石田君、そのうちの1万でも2万でも払えないかしら。じゃあお姉さん、2万円。2万円。じゃあ3万円、今から家に取りに行ってきます。一緒にお家まで行きます。ついてないな。あ、だまた随分派手に使ってくれたな。困るんだよなこういうの。経費にお金かけたくないんだよ。これもな、こういう趣味がありゃ嬉しいけど。はい、さよなら。あとなんかね、これもさよならだよな。汗と努力の我が同胞よ。はい、さよなら。ご両親は？いや、ハワイの別荘に行ってましてね。ハワイ、うん、3万円でしたよね。え、あと6万円、私が何とかしますか。じゃあ4万円。ありがとう。じゃあちょっと上がっていきますか。今度またお姉さん。こんなことってあるんですね。3回も出会うなんて。3回？ええ。あ、いや、あの2回でしたっけ。ええ。あの、このマンションに何か？いえ、今帰るところなんです。 あの、こちらにお住まい？はい。そうですか。そうだ、あの、よろしかったらこの間のお詫びにお茶でもいかがですか。この人だったら正規に50万の教材買ってくれるかも。はい。
チーズは食べられない。嘘だよ。やっぱりスライスチーズは雪印。疲れ目には呼吸と新陳代謝。疲れ目には目の保養。もうちょっ。疲れ目には呼吸と新陳代謝。疲れ目には呼吸と新陳代謝。アイリスの成分が目の細胞の呼吸と新陳代謝を促進。 L&T 効果。よし。疲れ目によく効きます。アイリス。取りましたよ、4万円。そう。それじゃすぐに戻ってきてね。そこからだったら1時間ぐらいで戻れるでしょ。それがですね、もう一件大きな契約が取れるかもしれないんですよ。あ、そう。でも私出かけるから入金は明日でいいわ。はい。それじゃ頑張ってね。ゴーゴーゴー。わかりました。どうもすみません。あ、お家に電話してきたの。ええ、まあ。あ、それじゃあ2回目の再会を祝して。乾杯。乾杯。強いんだね。美味しいわ。もう一杯いいですか。1000円か。え、あ、いや、あの、君ひょっとしてバーボンもいける口かな。あの、すいません、フォアロゼス1本入れてください。かしこまりました。須崎さん、こんなところに渡しといて奥様に怒られません。ブー。でも恋人は別れた。あ、ごめん。え？え？あ、いや、あの、ほら、あの、僕のことなんかよりも君のことの方が聞きたいな。あ、私はあのマンションには一人で住んでらっしゃるんですか？うん。ご両親は？一人暮らし。すごい。お仕事は？え、あ、あの、何だと思う？貿易商とか。まあ、そんなところかな。じゃあ、もしかして須崎さんは英語がペラペラとか？ダメ、全然ダメ。そうですか。実はですね、こういう教材があるのご存知ですか？いや。これ英語教材の新革命なんですけど。あの、山内さんってこういう仕事なさってるんですか？え？あの、だってこういうのってひょっとして。いや、あの、友達に頼まれまして。でも信用できるんです。あ、そうだよね。うちのマンションのどなたとお知り合いなわけですか？あの、102号の勅使河原さんかな。それともあの201号の宮沢さん。石田さんです。え、石田さん。うわ、すごい人と知り合いなんだな。あの、ご親戚か何か？ええ。私そろそろ。あ、そうですね。あの、あんまり遅いとご両親も心配されるだろうし。ええ、父もあんまり遅いとうるさいので。あの、
俺も今度英会話始めてみようかな。え、本当ですか？え、友達が喜びます。あの今度また会っていただけますか？明日空いてますわ。スコールしたからキスしよう。トリクロ酸の殺菌効果で息まっさら、薬用グリー&スコールサンスターから。これまでの歯ブラシでは届かなかった歯と歯茎の隙間の歯垢もデンタルブラシガムならきれいに取り除き、歯周病を予防します。デンタルブラシガムサンスターから。いっぱいなって、いっぱいなって。引っ張るだけのおにぎり。キュー。おーい、誰か引っ張ってくれ。おーい、誰か引っ張ってくれ。引っ張るだけのおにぎり。今おにぎりキューとマッキーバーで当たる当たる当たる。チャンスが3回。ワクワクプレゼント実施中。どういうことだ。そんなの勝手じゃない。紹介された人の気持ちはどうすんのよ。あなたそれでも女？同じ女性なの？あの晩から君のことが心に。嘘じゃない、絶対嘘じゃない。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。は仕事が重なってきた時の疲れによく効きます。美味しいレストランあったんだよな。山内雅子、円満退職で幸せな結婚生活のつもりが。どういうこと？あてもなく乗ったタクシーの運転手、須崎誠。生きなきゃ、何でもいいから生きなきゃと尋ねたセールス会社の所長、金城邦子。その夜、邦子に人生観を聞かされた雅子は発想の転換を試みる。須崎との再会。僕はこの町をずっと守って。邦子の紹介で出会った佃煮屋の御曹司、井口純一。いい人と出会うことは幸せになることと張り切って詐欺まがいに英会話教材のセールスをする雅子。一方、施設ラブホテル業に身を転じた須崎は雅子を金持ちのお嬢様と勘違いし近づく。
こういう教材があるのご存知ですか？雅子は須崎を金持ちの貿易商と思い込み、英会話教材を売りつけようと企む。この番組はサンスター P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。はあ、始めようかなと思ったら、お電話ください。ジェットスリム。あなたの減量目標をお聞かせください。ジェットスリムはあなたの希望にお応えします。痩せたいビデオプレゼント。ジェットスリム。これまでの歯ブラシでは届かなかった歯と歯茎の隙間の歯垢もデンタルブラシガムならきれいに取り除き、歯周病を予防します。デンタルブラシガムサンスターから。奇跡のような。枝毛の悩みはシャンプーで洗い流す。それは新しい枝毛予防 VO5 枝毛シャンプーとコンディショナー From Sunstar。10万と言わず80万でも買ってくれるかもしれないな。よし。たく最近の客は長えな。追加料金取るか。お前の方が勝手に出て行ったんじゃねえか。あのね、明星交通の亀山だけど、あの今日までの仕事の分、日割り計算とプラスアルファして振り込んだからね。悪いね、会社の今の事情察してほしいんだ。で、明日からはね、あの出勤してもらわなくて結構だから。どうして俺だけこんな目に遭うんだよ。山内政子、逆玉になるってのは。これだけ大きな契約って。これから行ってきます。本当にいいかもなんです。かも？あなたの口から。へえ。いえ、大変いいお客さんです。国ちゃん、あんた、いやいや所長、この子才能があります。キャンセル料の3万4万じゃなくて正規の50万ですから。すごい、半年ぶりだ。はいはい、おります。山内さん、電話です。え、私ですか？はい、すいません。はい、山内です。ああ、井口さん、この間どうも。突然お電話して申し訳ありません。あの、今夜お会いできませんか？え、今夜ですか？ああ、今夜はちょっと。例えば
9時頃だと遅いかな。あ、それぐらいでしたら大丈夫ですが。さあ、いつまでも事務所にいないで、ゴーゴーゴー。はい、はい。テープなんですけど、ぜひ聞いてみてください。ああ、あの、今日は時間大丈夫だよね。え？ええ、私もこの教材で英語を覚えたの。ほんと革命的教材で。英語できるんだ。 Sure。 へえ、それじゃあ僕が海外旅行行くときに一緒に来てもらうと助かるな。よく行かれるんですか？うん、まあ仕事柄ね。君は？私はそんなに。あ、遊びでちょこっと。あ、別荘とかハワイ？え、まあ。それ素敵な真珠のネックレスだね。え、あ、これ母が私のために結婚するまでの間に毎年毎年一つずつ買い求めてネックレスにしたものなの。へえ、優しいお母さんだな。それでいかがですか、この教材？ああ、いいけど今日ハンコ持ってきてないから。じゃあ契約いいんですか？じゃあサインか母印でも結構ですよ。いや、こういうのは実印じゃないと有効にならない時があるから。じゃあお宅へお伺いして。君、これを売るためだけに僕と会ってるの？いえいえ、そんな冗談話してよ。落ち着いてくれよ。冗談じゃないわよ、嘘ばっかりついて。とにかく固定よ。触らないで。いい加減にしろ。バカ、慰謝料もらうからね。何も泣くことはないよな。でも不倫かしら？あ、どうかな。けど女ってどうしてすぐああやって慰謝料慰謝料って。全ての女性がそうだとは思えないけど。そうだよね。そういえば君、結婚は？え？結婚、結婚についてどう思ってるのかなって。私は大恋愛タイプ。まさか。あ、でも経験ないけど、そういうのってちょっぴり羨ましいけど、なんとなく。そう、男と女って
難しいよね、なんだか。どうしたんですか？いや、俺って結婚願望が強いもんだから。男の人にもそういうのってあるよ。男にもある、君にもあるように。私は願望なんて、ただ平凡に幸せであればって。傷つけ合うのはうまく言えないけど、君と知り合いになれてよかった。そう、私も。よく鍵を落とすもんだから。あのバーボンでいいかな。どうぞお構いなく。はい、それじゃあ今日は契約に乾杯かな。乾杯。乾杯。それよっぽど大切にしてるんだね。母の形見なんです。あの、お母さん亡くなられたの？私が短大の時、事故で。あ、ごめん、なんかつまみでも出さなくちゃね。あの、こんなもんしかないけど、どうぞ。どうしたの？死んだ母に申し訳なくて。どうして？いえ、実は俺も大学3年の時にお袋を亡くしてるんだ。とっても気丈で、とっても優しかった。あの、お父様は？親父は俺一人っきり、兄弟もいない。あ、ごめん、なんか変な話になっちゃったね。あの、でも俺たちなんだか似てるよね。俺のヨットで六本木ブワーって一周しようか。それいい。じゃあそのまま4号線を突っ走って北海道まで行こう。北海道、うん、私の牧場があるの、地平線が見えるぐらい広いのよ。さらにミント工場も持ってるし。よし、ほいじゃあ今度俺のあのサラブレッドでピューって引っ張っていかせよ。イエーイ。イエーイ。気に入って最高だね。鈴崎さんも最高。イエーイ。
ん？ハンコ。え？ハンコ。あ、ハンコ。よし、ハンコだ。ハンコ。しよ。女より10分早く来て、家から持ってきた吸い殻灰皿に入れて、時間通りにやってきた女が「ごめん待った」って言うと「ううん」と優しい笑顔で言いつつさりげなく灰皿を見せる。最初はコールサイパブで飲み始め、次は静かな高級クラブ、仕上げは屋台でホッとさせて、そのまま落とすんでしょ。何言ってんだよ。彼女もう来ないわよ。ねえ、こないだのお金返すからどっか行こう。人類が培ってきたいろんな知識や技術を最も理想的な形にして生かしていくことが私たちの使命なんです。地球のためにできることを私たちも今。クボタです。クボタ。私も初めて見たときはこんなに薄くて大丈夫かなって思ったんですよね。ウィスパーウルトラスリム、中にある超吸収シートが驚くほど吸収して、ドライメッシュシートが表面をドライで清潔に保ちます。そう、驚くのは薄さよりその吸収力なんです。ウィスパーウルトラスリム。サイドガードもあります。 P&G です。能力別少人数制で無理をしないで高い学力をつけるシステムの両国予備校、長い人生に大きく役立つ全寮制の両国予備校、通学生も入学できます。みんな大きく羽ばたいてくださいね。石薬理工系文系学部受験の名門両国予備校。3日前に出会った男とすぐ寝てしまうなんて信じられない。あ、契約書。
あ、いつ反抗したんだ。雅子さんどこ行っちゃったんだ。昨日のまんまだしさ。おはよう。あら、くにちゃん、ピッカピカよ。やだ。所長さんはね、生活が正しいのよ。早いわね。おはようございます。あ、そうそう、昨日の分の契約書、ちょうだい。それが、調子悪くて。すっきりした？ええ、これから行って契約書取ってきます。ねえ、寝ちゃったの？その男と。相手独身なんでしょ？ええ。最高じゃない。相手は独身でお金持ちなんでしょ。まあ、ちょっと古い言葉だけど、願ったり叶ったり。私そんなつもりで、とにかく教材買ってもらおうとしてて、私のことなんだかお金持ちのお嬢様だって勘違いしてて、つい嘘ついて。そんなの関係ないわよ。男と女の間には嘘の一つや二つつきものなんだし。うん、嘘から出た誠ってね。名前は誠って言うんですけど。まあ、ほら、発想の転換よ、発想の転換。はい。すいませんでした。あ、もういいよ。ねえ、昨夜会うことを近所さんに話した？いいえ。どうして？私もう友達でもいられませんか？俺さ、佃煮屋継ぐつもり全然ないし、結婚なんてまるで考えてないんだよね、はっきり言って。もう帰んなきゃ。4時にまた会える？はい。確かこの辺りだと思ったんだけどな。
しちゃったの。須崎さん、本当のこと言って、はあ、嫌われるな。もしもし、山内ですが、金城さんお願いします。はい。井口佃煮店の電話番号？今日4時にお会いする約束したんですが、ちょっと遅れそうで。そんなのほっとけばいいのよ。それよりほら、契約書今日中に必ず持ってきてよ。はい、必ず。ろうそくもよろしく。線香買うなら花景色、花と香りの花景色。線香買うなら花景色、亀山の花景色。ろうそくも亀山。たとえどんなに紫外線が強くても忘れていよう。メラードフェアルーセントはトリプルホワイトニング。1. できてしまう前に防ぐ。だから忘れていられる。 2. 日焼けしても忘れていられる。 3. メラニンケアするから忘れていられた。日焼けによるシミそばかすにメナードフェアルーセント。透き通る滑らかさ、トリプルケア。おはよう。今日のテストちゃんとできるかな？はい。ちゃんと勉強したならちゃんとやれるさ。それに朝ごはんもちゃんとね。ケロクコーンフレークってビタミンたっぷりだし、テストの日もきっとうまくいくわよ。トウモロコシを丸ごと潰してこんがり焼き上げた香ばしいケロクコーンフレーク。うん、もう頭が良くなってきたみたい。うっすー、いいよ。あんたは2杯だよね。おいおい、ママが一番。ケロクコーンフレークでちゃんと朝ごはんちゃんとね。ケロクスベストユー。嘘なんかつかなければ。でも今さら。探してたんだ、君のことをずっと。え？話してください。え？忘れてください。どういうこと？あなたは私のことを知らない。だから知りたいんだ。契約書をください。君は契約書だけのために僕と。違います。これは勢いで反抗しちゃったけど、君とのことは絶対に勢いとか成り行きだけじゃない。それに俺、
ちゃったの私一体。泣き虫、弱虫、ウジ虫、私みたいのがあの人に似合うわけないじゃない。嘘なんかつかなきゃよかった。どうしたんですか？純一のやつ、あんたと結婚するって。え？でも、そんなの嘘だって分かってる。あいつただ2回も振られてプライド傷ついて。え？5年間続いてんの。でも私は結婚対象外だって。私だって最初は遊びだった。でもなんで私を純一さんに紹介したんですか？だから純一のやつ女癖が悪くて、変な女に引っかかんないように私が安全牌の女の子お金もらって紹介してたの。本当に？でもそのお金は純一の口座を開いて貯金してた。そんなの勝手だわ。そんなの勝手じゃない。だって紹介された人の気持ちはどうすんのよ。あなたそれでも女？同じ女性なの？許せない。それがあなたの言う発想の転換？もしもし、須崎です。もしもし。は？ああ、ご予約ですか？はい、ちょっと待ってください。はい、空いてます。はい、ではいつものように。わかりました、どうもありがとうございました。話したいことがあるんです。今日はあと一組だな。
ニコがね。だからコニコさんの気持ち少し考えて。そんなこと俺には一言も言わなかった。それは何を今さら。ああ君と結婚するかもって少しは本気だよ。私は誰とも結婚しません。付き合うこと。そうかな。知ってるよ男とのこと。やめてください。君のために特別に用意した場所があるんだ。え？素敵なラブホテル。降ろしてください。高級マンションの一室。これが笑っちゃうんだよ。止めて。バブル崩壊でローンが払えなくなって買い手も見つからずサラ金にも手出せないで女には逃げられて、タクシーの運転手やりながら内緒で施設ラブホテルやってんだってさ。最低。実は俺君に一目惚れしたんだ。ここなの？そう302号。須崎って言ったかな。え？鍵はポストか本人が部屋で待ってるが。でも安心して、その間奴は外出てるって言うから。疲れ目には呼吸と新陳代謝。疲れ目には目の保養。もうちょっ。疲れ目には呼吸と新陳代謝。疲れ目には呼吸と新陳代謝。アイリスの成分が目の細胞の呼吸と新陳代謝を促進。 L&T 効果。よし。疲れ目によく効きます。アイリス。殺菌剤トリクロさんで綺麗な息。薬用グリーン&スコールサンスターから。 VO5 ヘアスプレーで決める前髪アレンジ。決めた前髪崩さない。 VO5 ヘアスプレー from サンスター。はい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 。いやお待ちしておりました。もうお連れ様。どうして君が。え、知り合い。何が酔ったよ。何が貿易商よ。嘘つき。下手すりゃ犯罪じゃない。施設ラブホテルなんて。あ、いや、だから俺は本当のことを君に。言い訳なんか聞きたくない。いや、嘘つき。私は金城さん。あんたが寝たカモって、この男カモ。ウニコ、どういうことだ。だからあいつは俺のなんだよ。こんな真似しやがって。じゃああんた私の何なのよ。俺か。俺はな、もう嫌。自分の心を偽って生きるなんて。ごめんなさい。私もう自分に嘘をつくのやめた方がいいよ。この人を忘れるために順一なんかに抱かれることないわ。私は一体何なんだ。だから本当の気持ち言った方がいいよ。この子お嬢様でもなければ金持ちでもない。父親が北海道の北見で小さなハッカ農園やってて、成田離婚して暗いアパートに一人きり。しかも英会話教材詐欺まがいで売ってて。でも本当はこの子。国子、本当のこと言って傷つく場合もあるよ。行こう。
が。国子、最悪だかもね。返せよ契約書。あれは俺から80万だっけ。50万か。虫にとっておさらばかよ。自分だってそうじゃない。逆玉だとでも思ったんでしょ。男のくせに。女のくせに詐欺なんかやりやがって。詐欺じゃないわ。それにあの契約書は破って捨てたわ。嘘つくな。嘘じゃない。何が自分の牧場だよ。何が石田の親戚だよ。小島町のお屋敷笑せんじゃねえよ。何それ。お前離婚して東京駅からタクシー乗って小島町で降りたじゃねえかよ。え、俺が運転してたんだよ。そんなの自分勝手な勘違いじゃない。私は一人になりたくてでたらめにあそこで降りて、それで私の後を追っかけ回して。冗談じゃねえよ。嘘つき。嘘つきはお前じゃねえか。触らないで。何が母からもらった真珠だよ。どうせこれだってこれだって偽物なんだろ。やめてよ。あ、ひどい。これは私の。君の心が傷ついたのも知ってて近づこうとした。でも最初からじゃない。幸せそうな奴が羨ましかった。だけど止まってくれ。何だか分からないけど、あの晩から君のことが心に。嘘じゃない。絶対嘘じゃない。Thank you.
私もあなたが。キューとマッキーバーで当たる当たる当たる、チャンスが3回、ワクワクプレゼント実施中。